り感情的な部分は話題にしてこなかったけど、両チームの本節にかける思いは明らかに違ったし、それが結果に出たなという印象。意図通りにいかない時にコミュニケーションを取っているのか、いいプレーは選手同士で称賛し鼓舞し合っているのか、どういうテンションで戦っているのか疑問。まさにそうですね、これにつきますね。相手湘南の方は、まあ、公式からのお気持ち表明もあり、残り8節、まあ、最下位ということでね、一番降格に近いチームであり、かつ4戦勝ちだし、それはもう死に物狂いで来るはずであって、で対してコンサドーレはもうルヴァンも天皇杯もなく、まあ、J1 リーグのね順位もね一桁順位を狙いに行ければいいなっていうぐらいのところだったので、その感情の差っていうのが出た試合だったのかなと見てて思いました。湘南の時間稼ぎにイライラするのはわかるけど、同じ90分戦って点取れてないコンサが悪い。そうですよね。まあ逆だったらコンサドーレの方は、まあ逆っていうのはそのもし最下位だったらとか、同じことをするのかはわからないですが、まああのスタッツを見てもね、シュート20何本とか、まあ、前半にあんな決定的なチャンスを作れていながらも決めきれなかったっていうのがやっぱり、まあ、最終的にね痛いところになったかなと思うので、まあ、もちろんね死に物狂いで勝ちに来てるチームが、ね、残り1点差で、まあ、最後に時間を使うっていうのは、まあ、当然といえば当然の話ですもんね。ベルマーレ札幌に圧勝、首位神戸との勝ち点差をぐっと縮める。おい、縮まってないぞ、そんな。あんまり縮まってないけどな。まあ札幌に圧勝は圧勝されたけど、まだ 2.5 倍ぐらい勝ち点差はありますよ、神戸とは。はい、同心スポーツさんです。札幌ドームに響き渡ったブーイング、札幌最下位湘南の執念に屈し、リーグ戦連勝を逃す。試合終了を告げるホイッスルが鳴り響いた瞬間、札幌ドーム場内には大きなブーイングが鳴り響いた。ウマカップでの敗退が決定し、残された今季の公式戦はリーグ戦8試合となったコンサドーレ、一つでも上の順位を狙うことを目標を定めてリスタートを切ったはずが、最下位に沈む湘南ベルマーレのなりふり構わず勝利を奪いに行く執念に屈する格好となった。開始20分過ぎた頃から札幌の圧力が徐々に弱まり始め、湘南のカウンターの脅威にさらされる場面が増えてくる。同41分に先制ゴール献上、ボールホルダーに対応した宮沢があそこで取られたにもかかわらず相手が飛び出してくる人数が多かった。取られた瞬間に切り替えの分でやらなきゃいけないことがやれていなかったとカウンターへの守備対応を反省する。試合終了が近づくにつれ、6試合ぶりの勝利が欲しい湘南が時計の針を進めるために露骨な時間稼ぎを行う場面が増加。これまでのキャリアで何度も J1 残留を目指して戦ってきた経験を持つ宮沢は、何が何でもというああいう状況の戦い方は僕自身も知ってますと語る一方で、プレーする時間が短かったですよね。最後の方はほとんどボールが止まっているシーンの方が多かったですから、もうちょっと審判がコントロールしてくれればと、逆転を狙うアディショナルタイムの大半でゲームが止まっていたことへのストレスを口にしていた。次節は名古屋とのアウェーでの戦い、馬場聖也がアンダー22日本代表としてアジア大会に出場するため欠場となる上、湘南戦でイエローカードを受けた荒野が累積警告により2試合の出場停止となる。この日ボランチとして先発出場した2人がまとめて不在となる緊急事態だが、ボランチは僕もできますし、深井もいますし、駒井もやれます。普段出ていない選手にはチャンスだろうしと、新たな選手の台頭に期待を込めながら次節へ臨む。はい、そうですね、まあもう試合の内容はね、まあ、他の意見でも触れていきますけれども、そしてねさっきも触れた湘南の、まあ、時間稼ぎといいますか、まあ、あれに関してはどのチームも同じ立場だったらやるのかなとも思うし、あんだけチャンスを作って決めきれなかったやっぱ札幌、そこがあだになってるかなと思いますね。まあそして一番重要なのがね、まあ、やっぱ荒野選手と馬場選手の次の試合の不在ですね。次はアウェーで名古屋グランパス戦なわけなんですけれども、ボランチ2人いなくなっちゃうからね。まあ宮沢も言ってる通り、宮沢駒井っていう形でボランチをやって、でセンターバック今節は宮沢出てましたけど、そこを岡村にすれば対応はできると思うし、小林ゆきとかもいるから大丈夫だと思うんですけど、やっぱ選手層の厚さ、交代選手とかのことを考えると結構ねきついなと思います。次の名古屋はね優勝争いをしているチームですから、そんな簡単に行きはしないと思いますからね。にしても荒野の8枚イエローはもうキャリアハイなんじゃないかってぐらいもらってましたけどね。湘南戦何も残らない試合、序盤のおせおせの時間に得点できなかったことは全て、大事に繋いでるうちに相手が固めて、結局そこにボールを送って跳ね返される。試合の中で変化が欲しかった。終盤は選手の距離感が悪くて、セカンドがなかなか拾えなくて、得点の気配は薄かったですね。前半の、まあ、20分以降ぐらいからだんだんと本当に得点の匂いがなくなって、
ていきましたね。クロスを入れようとするんだけど、なんか全部本当に跳ね返されてましたね。特にミンテ選手がシュートブロックとか素晴らしいブロックもあって、やっぱりあそこが強かったなというイメージです。まあ無謀なクロスとか無謀なシュートとかがそれで増えていったかなと思いました。大会に完封されて次頑張ろうって言えるのもすごいけど、現地で見てて一番やばいと思ったのは、コバニーが声すら出さずベンチにずっと座ってたこと。ミシェの采配に呆れてるかな。来年出ていきそう。あれだけ熱かった小林がベンチ外でもアイまで駆けつけて激を飛ばしていたのに、ついに試合中声も出さなくなった。つまりそういうことだよな、今シーズンは終わったんだな。まあこの部分はね、みんな気になってるところだと思いますし、まあ、声を出す以前に試合にまず小林がなぜ出ないのかっていうところですね。まあもちろん怪我してるわけではないと思うし、ベンチには入ってるからね。ここはちょっとね、なんか悔しいというか、せっかく獲得したのにまず試合に出してほしい、変化を埋める選手だと思うのでっていうのと、まあモチベーションみたいな部分でも相当小林選手の中でも下がってきてしまっているのかなっていう心配になるところは大いにありますね。まあ結構ね、小林選手1年でチームを変えてるので、最近年は、まあ、もしかしたらね、今シーズンはっていう可能性も本当にゼロではないというか、むしろその可能性の方が高いわけですから、まあサポーター的にもね、もちろんプレー面とかチームを鼓舞するっていう面でも人気な選手、残ってほしい選手なので、でそこはちょっとね、心配な部分ではありますね。冗談抜きでウッチーの方が裏抜きうまかったわ、教えてもらいなよ。はい、これね、今回の試合ね、デルピエロも来たりしましたけど、その前にコンサオールズの試合がありましたね。内村選手ハットトリックとかしてたのかな。さすがのねフォワードでしたけれども、裏抜けがね全然通ってなかったですね。特になんか、まあ、小柏選手がねあまり機能しなかったっていうのが結構大きいかなと思います。あそこを全部潰されてた部分がね、ちょっと彼にとっては多分今シーズンの中で一番やれなかった試合だったんじゃないかなと思いますね。とりあえずゴニがベンチがいい、コバニーの器用なし、そのあたりが不満、ミシャ式にはまらない、それとも使いこなせない。うん、まあゴニ怪我してるわけではないと思うんですけど、まあ現時点で大森くんの次のチョイスになってしまったのかなっていう序列的には、まあ見ててそう判断するしかない感じですよね。まあもちろんこれは相違だとは思いますけど、大森くんかゴニだったら、まあ、キャリア的にもやっぱゴニーの方が、まあ、即戦力ではもちろんありますけれども、まあ、それかね、来年来シーズンとかのために大森くんを、まあ、残りの試合で使ってっていうことを考えての大森くんの起用かもしれませんですけどね。まあ、それにしてもちょっとやっぱり大森くんまだボールに絡めてないというか、出ても試合自体にあまり絡めないっていう悔しいところが続いてますよね。やはりプロは厳しい世界ですけど、あんだけやっぱ期待されて入った選手なので、もともとね活躍を見せてほしい欲しいですね。次進め、アワレガシー、アワフューチャー。しかし不快が入ってコンサの攻撃がガラッと変わったな。かつて川崎相手にリードしてたら、試合終盤に中村健吾が入ってきてボコボコにされた時みたいだ。不快選手ね、後半途中から最近は投入多いですけれども、まあパスの精度であったり安定感っていうのはもちろんズバ抜けてるなと思うし、まあ何が面白いかってやっぱ荒野選手と全然プレースタイルが違うところ、どっちもねパスのうまさと安定感っていうのはあるんですけど、なんかちょっと言葉で説明するのが難しい違いが明らかにあって、そこはね相手を惑わせるっていう意味でも非常に面白いなと思いますね。まあ次節はね、先ほどの通り荒野も馬場もいないので、深井選手ね、もしかしたらスタメンとかの可能性もあるかもしれないですので、久々にねフルで見たいところではありますね。いい加減勝たないと選手が抜けていくことを理解しないと、勝たないとファンも増えないし資金繰りも厳しくなるんだよ。次があるなんか言ってる場合じゃない。そうですね。まあ最後に順位確認もしますけれども、まあ今年はね何よりも赤字問題がね割と話題になっててるし、やっぱ最終的な順位が上に上がれば上がるほどもらえるお金が増えていくっていうのがあるので、しかもね、まあ、9位以内に入れば5000万円以上のね、まあ、ボーナスというかもうもらえるはずなので、まあ、まずは9位以内1桁順位っていうのを目指したいところではあるんですけれども、まあ、今節の負けによってちょっとそれすらね大丈夫かっていうかなり厳しくなるような立ち位置にいますからね。まあまだ7節残ってますけれども、まあ、そこがね最大の不安点である
ありますかね。結局やっぱお金がないと、まあ、選手もねもちろん高年俸を求めるはずですから、選手も離れていって、でファンもね負けてばっかりじゃ面白くないので離れていったりもしますからね。今日はデルピエロ見れたし、 OB 戦あったから濃い観戦だった。試合は開始15分ぐらいまでは良かったけど、そこで得点しないと辛い、今シーズンの象徴みたいな感じ。勝負事だから勝ち負けあるし、勝ち続けることはできない、ただ得点は見たいわけですよ。超攻撃的となってますし、次は期待したい。まあ超攻撃的でね、0点の試合がね、まあ、ルヴァン含めると2試合も続いてますし、むしろなんでねガンバ戦で 4-0 で勝てたのかが不思議になるぐらいね、勝ててなかった9試合っていうのを引きずってる感じはしましたけどね。まあ負けても得点をやっぱ見れたら嬉しい試合っていうのはあって、他にも負けてもね内容が良ければ満足できる試合っていうのもあって、まあそれがね会場でもブーイングされるかされないかの違いでもあると思うんですけれども、まあ何が起こるか分からないのでね、まあ、いくら上位で守備の堅い名古屋実節当たりますけれども、絶対に、ね、名古屋には勝ちたいところですね。コンサの最近の不調加減は金子拓郎が抜けたこととは別問題だと思う。結局攻撃に出てきてくれるチーム相手に打ち合いに持ち込み結果的に勝つという勝ち方しか今は見つからない。そんな手詰まり感に苛まれてるのが辛いところだ。そうですね、金子、まあ最終的に最後の方は金子いた時から勝ててなかったので、そこはね金子が抜けたから勝てないっていうのとは確かに別問題だとは思います。まああとはこの通りね、守備をガチガチに固められてからの得点数の少なさっていうのも課題になってますね。スパチョークのトラップ反転シュート、もともと得意なパターンなのか、オガシアを見て盗んだのかってぐらい綺麗な反転だった。チャナは純血の天才パサーだったけど、チェックはストライカーの血が濃いのかもね。スパチョーク選手はね良かったですね。まあディフェンスもするとこはしてたし、相手を背負いながらのこの反転シュートっていうのは昨日一番惜しかったシーンだったのかなとも思いますね。オガシアもスパチョークもそういうプレーができるので、そのもそうですけど、うちの前線の選手はあまり身長がないので、高いボールをね入れるよりも低いねスルーパスを入れた方がやっぱ得点につながるなっていう感じはしましたね。まあ昨日も実際クロス入れたの全部跳ね返されてましたからね。はい、最後に順位確認します。こんな感じです。コンサドーレは13位ですね。順位落としたのかな。まあ12、13ぐらいでうろうろしてますね。いやー、この試合勝てればね10位まで上がったわけですから、ちょっとねそこは悔しいなって感じですね。まだね今日この撮影してる時点でガンバ大阪とアルビレックス新潟の試合はまだやってないので、まあ、場合によってはアルビレックスと並ばれる、勝ち点32で並ばれる可能性があると。まあそしてね、降格圏内は見なくても大丈夫な勝ち点ぐらいではあると思うんですけれども、まあレイソル、横浜 FC が今節当たるので、まあそこも楽しみではありますけれどもね。まあ、とりあえずこれからはね上だけを見ていきましょう。もう気づいたらね福岡にも勝ち点9差とかつけられてるからね。まあ9位以内に入って強化金をもらうっていうのが今のところの現実的な目標になってくると思いますけれども、その川崎とは勝ち点今4、まあ可能性としては全然狙えなくないところなので、本当今後に期待するしかないって感じですね。はい、というわけでこのチャンネルでは北海道コンサドーレについての情報を発信しております。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは。